E-8、E-8 はソ連のミコヤン設計局が試作した戦闘機である。ミグ -21 は軽量、安価な機体として東側のベストセラー戦闘機となったが、初期のミグ -21 の欠点としてレーダーの未装備があった。レーダー搭載型の開発は1957年に始まり、後にミグ -21PF として実用化されるが、1961年、ソ連空軍は、それとは別にもっと大型のレーダーを搭載する、本格的な全天候戦闘機の開発を要求。ミコヤン設計局は胴体を再設計して空気、取り入れ口を胴体下面に移し、燃料タンクをインテグラル化 E-6T、3でテストしたカナードを採用した E-8 を製作した。1962年3月5日に試作1号機、同6月29日に試作2号機が初飛行し、性能は良好で実用化も有望とされたが、搭載していた R-21 回-300 エンジンが信頼性に欠け、9月11日に1号機がエンジン故障により爆発して墜落、2号機のエンジンも不調が続き結局採用は見送られた。しかし、構成要素のうちいくつかは、ミグ -23 などに活かされた。当時西側では、当機の存在を察知できなかったため NATO コードネームはない。1988年に当機の情報が伝えられた時、西側航空誌や報道等は、当機を見てミコヤンが、新型ミグ -35 を開発し、インド空軍がテスト飛行を行っていると噂され、インド政府やミコヤン設計局が公式に噂を否認するといった出来事もあった。ありがとうございます。